多様体、多様体、多様体とは、局所的には、ユークリッド空間と見なせるような図形や空間、位相空間のことである。多様体上には、好きなところに、局所的に座標を書き込むことができる。多様体に座標を描くという作業は、地球上の地図を作る作業に似ている。地図の上の点は、地球上の点に対応し、 さらに地面には描かれていない遺線や形線を地図に書き込むことによって地図に描いてある地域の様子がわかりやすくなる。座標のない地球上の様子は人間が作った座標のある地図と対応させることによって非常に把握しやすくなる。地球は玉であり世界地図を一枚の平面的な地図に収めようとすれば南極大陸が肥大化したり地図の端の型では一枚の地図の中に 連続性を表現するために同じ地点が複数書き込まれたりする。世界地図をいくつかの小さな地図に分割すると、こういった奇妙なことはある程度回避できる。例えば北極を中心とした地図、南極を中心とした地図、ハワイを中心とした地図、ガーナを中心とした地図などのように分割できる。そして隣り合った地図のつながりをそれぞれの地図に 同じ地域を含めることで表現すればよい。こうすることによって異なる地図同士では重複する部分が出てきてしまうものの、一枚の地図の中に同じ地域が2箇所以上描かれることをなくすことはできる。地球と同じように、多様体は好きなところに小さな地図、局所座標形が描ける図形である。逆に、このような小さな地図をつなげていったら、全体として、 どのような図形が出来上がるのか。という問題は、位相機科学の重要な問題の一つでもある。地図だけ見れば、地球を真似て作っているようなゲーム、例えば、ファミコン版のドラゴンクエストシリーズの世界が、実は、球面ではなく平坦トーラスだったということもある。多様体は、性質の良い図形であり、多様体でない図形も多く存在する。円や玉や多角形、多面体などは、 すべて多様体として扱えるが、ペアの曲線やフラクタルなどは適当な地図を描くことはできず、多様体にはならない。多様体の定義で重要な点は、多様体の上にいかにして座標形を貼り付けるかということと、どのような座標形を用いたとしても計算に違いが現れないようにすることである。多様体は計算したい時に座標を導入でき、 しかもどのような座標形で計算したとしても違いがない、すなわち座標形に依存しないという非常に扱いやすい性質が追求された図形である。ここでいう計算とは関数やベクトル、それらの微分、積分などのユークリット空間の上で普通に行われているような座標を用いた計算のことである。を位相空間とする。 の回収号に対して、次元ユークリット空間の回収号への同乗者像を、局所座標系、ローカルコーディネートシステムあるいは、局所チャート、チャートという。に対し、ファイを、局所座標、ローカル、コダナッツという。局所座標は、ユークリット空間の点として見た時の特定の座標、すなわち、個の数の組 φ、ファイ、ファイであるのに対し、局所座標系は、 上で定義されたこの関数、ファイ、ファイの組である。局所座標を用いることにより上の点を次元ユークリット空間の点であるかのように扱うことが可能になる。上に局所座標系ファイが定義されていることをファイという体で表し、これを次元座標金棒、コーディネートネーバーフットというファイをチャートということもある。座標金棒としては極小座標系の成分を 明示的に、ファイ。ファイのように書いたものを用いることもある。M の二つの座標近傍、ファイとプサイについてが空でないとする。局所座標形ファイとプサイはとそれぞれ次元、ユークリット空間の回収号に移すとする。すなわちである。この時は次元ユークリット空間の回収号から回収号への同称写像になる。この写像をファイからプサイ。 絵の座標変換、コーディネート、トランスフォーメーションという、座標変換を用いれば、同じ回集合に定義された異なる、局所座標ファイとプサイを同じものとして扱うことができる。座標変換はまずファイでに戻してからプサイによって、座標のある集合に移す写像である。間に座標が決められていない空間を挟む形になっているものの、座標変換全体は、 ユークリッド空間の部分集合からユークリッド空間の部分集合への写像になっている。すなわちを経由しているという事実を無視し、座標変換を合成写像としてではなく全体で5つの写像として捉えると、それは普通のユークリッド空間からユークリッド空間への写像である。この時、を、座標金傍系、システムオブコーディネートネイバーフズあるいはアトラス、アトラスという、 アトラスというのは地図帳のことで局所的な地図であるチャートをいくつも集めて作った地図帳という意味である。M をハウスドルフ空間とする。M の任意の点 A に対して A を含むメートル次元座標近傍、U、ファイが存在するとき、M を境界のないメートル次元位相多様体トポロジカルマニホールドという。これまで局所座標 A は ユークリッド空間 R に値を取ると考えてきたが、代わりに、半空間 H イコール、X、X, X、XR、X0 に値を取ると考え局所座標の定義を修正すると、境界のある位相多様体が定義される。N をハウスドルフ空間とし、N の任意の点、A に対して、A を含むメートル次元座標金棒、U、ファイが存在するとする。 半空間 H イコール X、X, X。XRX 例の部分空間として G イコール X、X, X。XRX イコール例を取ればそれは R になる。N の座標金棒 KS イコール U、ファイラムダラムダに対し、各座標金棒 U、ファイにおいて W イコール AU ファイ、AG という集合を考えたときを n の境界という。n が空でないとき n を境界のあるメートル次元位相対要体という。境界のあるメートル次元位相対要体の境界はメートル1次元位相対要体になる。メートル次元位相対要体 m の座標金棒ケー s イコール u ファイラムダラムダの任意の2つの座標金棒 u ファイ u ファイに対し uu が空でないならば 座標変換のすべての成分が C 級関数、N 階連続微分可能関数、すなわち N 階微分可能でありかつ、N 階変動関数がすべて連続となるような関数となるとき、S を C 級座標金帽系という。メートル次元位相多様体、M が C 級座標金帽系を持つとき、M を C 級メートル次元微分可能多様体、あるいは過微分多様体、 ディフェレンチブルマニホールドオブクラス C という、微分可能とか過微分といった言葉を省略して C 級多様体ということもある。位相多様体のことを座標変換の微分可能性が仮定されていないという意味で C 級多様体と呼ぶこともある。C 級多様体は滑らかな多様体と呼ばれる。特に N イコールオメガすなわちすべての座標変換が 解析関数であるときは特に解析多様体、アナリティックマニホールドという。ここで、自然数、S、トンが、S、トンを満たすとき、定義より、C 級関数は、C 級関数である。このことから、C 級微分化の多様体は、C 級微分化の多様体でもある。微分化の多様体は、C 級座標金冒 S の取り方によっては、全く別の多様体になってしまうので、 位相多様体 M と座標近棒形 S を体にして M、S と書くこともある。この意味で S は位相多様体 M に C 級下微分構造 d i f f e r e n t i a l Structure of Class C を定めると表現されることもある。メートル次元位相多様体 M に対し C 級座標近棒形として S と T の2つを取るとする。和集合 ST が再び M の C 級座標近棒形になるとき、S と T は同値であるという。これは同値関係を定める。これは S に属する座標近棒と T に属する座標近棒の間にも座標変換が存在し S での計算と T での計算に違いがないという性質を保証するための同値関係である。さらに M 上の S と同値な C 級座標近傍系すべてのは集合を取ることによって得られる F イコール f s を、s によって生成された M の C 級極大座標近傍系あるいは M の C 級微分構造という定義により同じ微分構造を定める座標近傍系同士は同値であるこうして座標近傍系の取り方に依存しない C 級多様体が定義される メートル次元位相多様体、M 上に互いに微分同相でない複数の微分構造が存在することもある。多様体の例で最も簡単なものは、メートル次元ユークリッド空間 R に座標近傍形として S イコール R イドを入れたものである。ここで、イドは高等写像すなわち XR に対して X をそのまま返す写像である。 最初から座標が描かれているのだから、それをそのまま使えばよく。この場合は座標金棒が5つしかないので座標変換が不要である。高等写像はもちろん解析的なので、R、S はメートル次元解析多様体である。このように、R を微分可能多様体として捉えたものをアフィン空間という。話をさらに感銘にするためにメートルイコール1とする。 すなわち数直線 R について考える。上に書いた通り、S、イコール、R、緯度として、R、S は一次元解析多様体となる。整数、i に対して開け区間、U、イコール I、i1,i1 を取る。XU に対し、写像をファイオで定めると、ファイは、U の極所座標形になり、S、イコール、U、ファイ、IZ としたとき、R、 S, s も一次元解析多様体である。例えば uu イコール i i 1で座標金棒 u φ から座標金棒 u φ への座標変換はで与えられる。なお s と s は同値な座標金棒系である。s イコール u φ ラムダラムダを座標金棒系に持つメートル次元 c 級多様体 m s と m の 空でない回集合部位に対して S イコール UV ファイラムダラムダを考える。ただしファイはファイの定義域を U から UV に制限しただけの写像で、本質的にはファイと何らだ変わりのない写像である。この時、ボルト S もメートル次元 C 級多様体となる。この多様体を M、S の回部分多様体、オープン、サブマナフォールドという。 R の回収号である、回区間 A、B は、R の回部分多様体である。R の回収号である、回円盤、X、X、X, X、X1 は、R の回部分多様体である。というように、多様体に含まれる、回収号に多様体を制限したものが、開け部分多様体である。単位円を考える。単位円は次の4つの解禁棒で覆うことができる。 それぞれに、局所座標形を次のように定める。ただし i イコール、1、1とする。そして、座標金棒形をと取れば、s、t は一次元解析多様体になる。メートル次元単位球面についても、同じようにしてに、m プラス1個の解金棒で覆うことができ、それぞれの解金棒は、メートル次元階級と同称であるので、局所座標形を定めることができメートル。 次元解析多様体になる。S イコール U ファイラムダラムダを座標近棒系に持つ A 次元 C 級多様体 MS と S イコールボルト負債タウを座標近棒系に持つ B 次元 C 級多様体 MS を考える。直積集合 MM は直積位相によってハウスドルフ空間となる。それぞれの座標金棒 U ファイト ボルト、フサイに対し、回収号、U と、ボルトの直席、U、ボルト、とその上で定義された写像ファイプサイによって、座標金棒同士の直席、U、ボルト、ファイプサイが定義される。ここで、U、ボルトは、PU と Q、ボルトを取った時の、P、Q という組の全体である。写像の直積ファイプサイは、U、 ボルトの上で定義されたという写像である。このように座標近棒同士の直積によって座標近棒ケースイコール U ボルトファイプサイラムダラムダタを定めたとき MMS は AB 次元 C 級多様体になる。この MMS を MS と MS の積多様体プロダクトマニホールドという。同様にして m、MM、m M というような3つ以上の多様体から作られる、積多様体も定義できる。直線と円周の直積 RS を考えれば、直線を軸とした無限に伸びる円柱の側面を多様体と見ることもできるし、円周同士の直積 T イコール SS を考えれば、トーラスを多様体と見ることもできる。原点を通る直線はのように書かれるが、 これらの直線は M の値と対応し、改めて一つの点と考えることができる。直線の集合は図形ではないが、このように直線を点に読み替えることで直線のなす集合にも適当な座標形を入れることができ、多様体という図形として扱えるようになる。メートル次元 C 級多様体 M 上で定義された実数値関数 F を考える。これは、 多様体上の点 PM に対して実数値 FP を対応させる関数である。特定の局所座標を考えているわけではないので、この関数の変数は X、X、X のように数を並べた座標ではなく単に点を表している。多様体上には局所座標を貼ることができるため、この座標を用いた微積分などの計算が可能である。M には 座標金棒ケース、イコール、U、ファイラムダラムダが与えられていてとすればつまり、Q、イコールファイ、PU に対しである。この U は、ユークリッド空間の部分集合なのでその点である、Q は、X、X、X のように数を並べた座標で表すことができ、この座標を用いて、微積分などの計算が可能になる。座標金棒、U、ファイにおいてその座標を用いて、 具体的に f, x, x, x のように書かれた関数を u, φ に関する f の局所座標表示という。ところで、多様体上の計算はなるべく局所座標の取り方に依存しないような計算をしたいという目標があるので、u, u 上では座標金棒 u, φ,u, φ のそれぞれの計算は座標変換で移り合う必要がある。座標金棒 U、ファイでの関数の表示を座標金棒。U、ファイでの表示に変換すると真ん中に挟まれたファイとファイは写像として打ち消し合うように見えるが、微分可能性を検証したいのでここでは、あえてしない。C 級多様体の座標変換は C 級であるから、この合成関数の微分可能性も高々 C 級であるとしか言えず、座標変換によっては N1 回以上の微分は、 不可能である場合もあるかもしれないので意味がない。したがって C 級多様体へでの関数は C 級までしか意味を持たない。もちろん、ある特定の座標近傍だけで定義された関数に N1 回以上微分できる関数を定義することはできるが、それはその座標近傍だけでの性質であり、C 級多様体という図形の性質とは異なるものになる。がってが、 C 級関数であるとは、任意の座標金棒に対し、そこでの局所座標表示が C 級関数であることと定義される。ただし、レースンとする。M 上の C 級関数の全体を C、M と表すことがある。メートル次元 C 級多様体 M、S からメートル次元 C 級多様体 M、T への写像 F を考える。それぞれの多様体に与えられている。 座標近傍形が s イコール u ファイラムダラムダ t イコールボルトフサイタウで定められているとする。多様体上の関数と同じように写像も座標を用いて表現することができる。関数の場合と違うのは写像で映る先でも座標について考えなければならないことである。f u ボルト都市 f を、u ファイからボルト 負さへの写像として座標を用いて書くとするととすればとなる。これが具体的に座標の成分を用いてのように表現されているとき、この表示を u ファイト、ボルト、l t に関する F の局所座標表示という座標変換を考えるために f u ボルト、f u ボルト、都市 UU が空でないとする。UU に対して座標金棒 u, ファイト、ボルト、負債での写像 f の表示を座標変換を用いて座標金棒を u, ファイト、ボルト、負債に関する表示に変換するとそれぞれの括弧は座標形から座標形への写像になっている左端の括弧は m,t での座標変換なので c 級、右端の括弧は ms での座標変換なので c 級であるこのことから s と トンの小さい型、S、イコールトンならばその値を U として、この合成写像の微分可能性は高々 C 級であり、U1 回以上の連続微分可能性を仮定することは意味を持たない。従ってが C 級写像であるとは、任意の座標近傍に対し、そこでの局所座標表示が C 級写像であることと定義される。ただし、RU、イコール min、S、トン。 とする。一 r u の時が全単車で F とその逆車像 F が共に C 級車像である時 F を C 級微分動小車像 C リファモアフザムという F が C 級微分動小車像であれば F も明らかに C 級微分動小車像である M と M の間に C 級微分動小車像が存在するとき M と M は互いに C 級微分動小 c, リファモアフィックであるという、r の回区間 i イコール a, b から c 球多応体対 m への c 球写像のことを c 級曲線 c カーブという例 rs とする、φ が開け区間 i イコール a, b で定義された c 級曲線であるとき i に含まれる閉区間 c, d や半回区間 c, d, c, d に ファイの定義域を制限して得られる写像も C、究極線という。多様体の歴史は、ゲッティンゲンで行われたリーマンの講演に始まる。多様体論は、ロバチェフスキーの双極幾何学によって始まった、ヒュークリット幾何学やガウスの曲面論を背景として、様々な幾何学を統一し、N 次元の幾何学へと飛躍させた。発見当初は、 カント哲学に打撃を与えた非ユークリッド幾何学も多様体論の一例でしかなくなってしまった。リーマンがゲッティンゲン大学の志向師に就任するために行った講演、幾何学の基礎に関する仮説についての中で何重にも広がったものと表現した概念が N 次元多様体の元になり N 次元の幾何学に関する研究が始まった。この講演を聞いていたガウスが その着想に夢中になり、ガウスは普段はあまり表立って他人を褒めることはなかったが、リーマンの着想がいかに素晴らしいかを同僚に語り続けたり、帰り道に上の空で道端の溝に落ちたりしたと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。